今回は三重県立最高等学校3年生陸上部ハンマー投げの小川彪選手にお話を伺いました。小川選手は今年開催されたインターハイで優勝、また高校歴代7位の記録を持つなど、三重徳若国体でも活躍が期待されている選手です。聞き手は文学部国文学科2年の森恵美里さんです。これちょっと手汚れるかも。重たいですね。結構6キロなんで、まあでもこれが大学入ったその一般企画になると 7.2 キロっていう、また重たくなる。今日はよろしくお願いします。お願いします。先ほど持たせていただいたハンマーなんですが、6キロぐらいあるということなんですが、はい、小川選手はどれぐらい飛ばされるんですか？今はベストが66メートル82で、それがベストで飛んでます。なるほど、はい、ハンマー投げという競技との出会いとは一体何だったんでしょうか？はい、僕中学校から陸上を始めて走り高跳びしてたんですけど、当時の僕が中学校の時の顧問の先生が今の高校の顧問の先生である松本先生に、手足が長くて身体能力が高い子がおるんやけど、ハンマーやらせたら面白いんじゃないかっていう話をしてくれてて、でそれが実際に僕が中3の時に松本先生からうちでハンマー投げをやらんかっていうことで誘いを受けて、その時に言われたのが一緒に日本一を目指したいっていうふうに言ってもらって、でその言葉と、あと当時僕はプロレスラーになりたいっていう夢があって、その夢を持っていたので、やっぱ高跳びを高校で続けるよりもハンマー投げに転向した方が体が大きくできていいんじゃないかっていう理由でハンマー投げになりました。その変わる時にやはり不安なこととかはなかったんでしょうか？ありましたね。やっぱやったことなくて本当に自分に合ってるのかなっていうふうに思いながら入学も決めたので、まあ、不安な気持ちはあったんですけど、まあ、楽しみだなっていうのと、あとは高跳び の仲間がいて、この高校に入る時にやっぱ別の競技としてお互い全国でトップを目指そうっていう話をして、それが自分の中で結構モチベーションになっていたのもあって、やっぱ楽しみっていう気持ちと頑張ろうっていう気持ちが強かったですね。何を心がけて競技をされていますか？やっぱり楽しむっていう気持ちを持ってやりたいなって思っていますね。楽しんでやっている時の方が記録が伸びたり動きができるんで、やっぱその楽しむっていう気持ちと、あと自分がこうやってハンマーを続けれてるのは先生のおかげであったり家族や周りの人たちのおかげなので、やっぱり感謝の気持ちを持ちながらやることを意識しています。身体的な面ではどのようなことを心がけていますか？はい、ハンマー投げをするには体重が必要で、その体重を増やすために結構僕も食べたりプロテインを飲んだり、まあ、筋トレをそれでして大きくしたりして体を大きくしたんですけど、それの維持っていうのが大切だなと思っていて。集中するためにしていることとかルーティーンとかってあるんですか？まあ、僕は投げる前に行きますっていうふうに声をかけるんですけど、まあ、その行きますって声をかけた時に、まあ、ちょっと気持ちができるっていうか、そういう感じがあって、でやっぱ大きな大会とかだと緊張とかもするんで、よしっていうふうに一つ声を出してその後に深呼吸するっていうので僕は集中しているのはあります。大事にされている言葉とか座右の銘みたいなものってありますか？はい、小学校の時から僕はそのプロレスラーっていう夢を持っていたんですけど、プロレスラーの方との交流とかをしてさせてもらう機会とかが結構あって、64代横綱で曙太郎っていう人がいるんですけど、その曙さんが言ってくれた言葉なんですけど、やっぱりその歴史に名を残すぐらいの人間にならんとダメだよっていうふうに言われて、その言葉がずっと僕の心の中には残っていて、で実際今こうやって全国で活躍できるようになってきて、この歴史に名を残すっていうのが実現できているなって思ってて、その歴史に名を残すっていう言葉が僕の目標になってて、結構大事にしている言葉になってます。なるほど。一番記憶に残っている試合は何ですか？はい、インターハイですね。やっぱりこのインターハイのためにかけて頑張ってきたので、そこで日本一を取るっていう目標を持って、もう入学前からそれをずっと心に持って
やっていたところで、練習の不調とかもあったんですけど、当日は結構調子を戻すことができて優勝ができて、そのやっぱ優勝できたっていうのが自分の中ではすごく嬉しくて、先生にも恩返しができたなっていうふうに思うので、すごく印象に残っています。なるほど、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ハンマー投げの魅力というものをぜひ選手目線で教えてください。はい、ハンマー投げはいろんな技術があるんですけど、一つコツをつかんだり、一つ言われたこととかができたりすると、ぐんと一気に距離が伸びたり、それが体で体感して目に見えても分かる競技なので、やっぱりうまくいった時はすぐに距離として分かったり距離が伸びるので、それがすごく面白いなと思っています。奥深い競技ということなんですね。そうですね、軸足のかかとつま先を交互にこう動かして、後ろを向いて前を向く、後ろを向いて前を向くっていう動きでやってるので、その後ろにどんだけ球を送り出してっていうのが大事なので、そういうところは難しいですね。なるほど、ぜひここを見てほしいというものを教えてください。陸上詳しい人とかは結構僕のターンとか、どういうふうに回っているのかっていうのをぜひ見てほしいんですけど、まあ分からない人からしたらそこを見てもあんまりここがすごいとか分からないと思うので、やっぱりそのハンマーが飛んでいくっていう、その放物線を描く姿を見てほしいですね。なるほど、はい、やはり綺麗に飛んでいくと見ている側としてもおーっと盛り上がりますもんね。はい、はい、そうですね。これからの夢というものを教えてください。はい、夢は、とりあえずはこの国体で、優勝することと、あとは今ある日本高校記録を更新して、最後には 70m を、高校生ではまだ超えた人いないんですけど、初の 70m を超えることが目標っていうのと、あとはその大学でもやっぱハンマー投げを続けていって、その卒業した後も大人になってもハンマーを続けて、やっぱり世界で戦っていけるような選手になることが僕の夢です。なるほど、これからこんな選手になっていきたいとか、こんな人になっていきたいっていうものってありますか？世界で戦えるような日本人選手として活躍していきたいっていうのと、やっぱその感謝の気持ちを忘れずに、これからもいろんな先生とかいろんな人たちに出会っていくと思うんですけど、今までの人にもこれから会う人にも感謝を忘れずにやっぱり戦っていきたいです。世界を目指すにあたって、このような気持ちでいるとか、そういう気持ちってありますか？今回の東京オリンピックもそうなんですけど、出場者が日本人からは出ていなくて、室伏広治さんがもう最後になっていて、それ以外の選手は出たことないので、やっぱその日本人の今出場できていないっていう流れをやっぱ変えたいなっていうふうに思いますし、この難しい中でいろいろ努力とか技術の改善とかもしていって、どんどん自分の力を高めていって、やっぱ世界に通用する選手になりたいです。かっこいいですね。ぜひ三重県出身の世界に通用する選手として、はい、ぜひ目指していってほしいです。はい、頑張ります。これからも目標に向かって頑張っていてください。はい、私たち全員で応援しています。今回はありがとうございました。ありがとうございました。